はい、どうもこんにちは、バベロンです。ということでね、今回は前に紹介した、最強武器 DG56 ですね。3000バーストの、AR を前回紹介したんですけど、その時ってまだ俺6レベルぐらいで完全なカスタム、まだアタッチメントも2つ3つしかつけてなかった状態の紹介だったんで、まああれでも十分強かったんだけど、僕この武器で、ね、まあ、1500キルぐらいして、結構ね、この武器が分かってきたのでね、その、まあ、完全カスタム紹介をね、していきたいと思います。まずね、サイトですね。サイトは、まあ、自分の一番見やすいやつをつけてください。まあ、僕のおすすめは、一応この一番左にあるサイト。もう、シンプルが一番なんで、まあ、とにかく自分の好きなサイトつけてください。はい。で、次、バレルなんですけども、LS18 バレルですね。一番左のバレル。これ、弾速射程距離。エイム時のブレ、ガンキック制御、ハンド制御とかついてるのに、短所にエイム速度が下がってないんですよね。これ非常に強いです。はい。まあね、移動速度とかダッシュ後射撃とかがちょっと落ちているけど、まあね、まあ、AR にダッシュ後射撃は別にあんまりいらないかなと。エイム速度が重要なんで、こんだけね、弾速射程、ハンド制御、ガンキック制御とかついてるのに、エイム速度が下がらないんで、かなり強いバレルです。バレルはこれ一択かなって感じです。はい。で、まあ、次が、レーザーサイトなんですけども、まあ、ブルーのレーザーサイト。まあ、これはね、どの武器にもつけて大丈夫です。これは、もう、レーザーなんだけど、まあ、レーザーって言ってもね、敵からは見えないレーザーで、まあ、青色。しかも青色。まあ、青色、まあ、かっこいいじゃないですか。ね。しかもかっこいい青色で、ね、短所なしのエイム速度上がってるっていう、まあ、これも全ての武器に全ての AR、SMG とか全ての武器につけてもいいレベルで強い、まあ、これ MW2 の頃からありましたけども、これですね、これが一つ。サプレッサーですね。サプレッサーがシャドウストライクサプレッサー、まあ、これはね、デイリーミッションを完了しないと出ないんですけど、デメリットの一切ないサプレッサー。このゲームサプレッサーが非常に強力です。赤点が復活したんで非常に強力なんで、この短所のないサプレッサーが正直これしかないんですよ。うん、短所が一つもないです。サプレッサーだから、なのでシャドウストライクサプレッサー、絶対解除してしておいた方がいいと思います。あとはね、ストックの FSS シャークフィンみたいなエイム時のブレをデメリットなしで軽減してくれるっていう、まあ、これ余ったからつけただけなんですけど、まあ、これ、まあ、この枠はね、別に自分の他の好きなのでもいいけど、まあ、一応僕のおすすめは FSS シャークフィン、MG のブレを2減らしてくれる、短所なしで。このアタッチメントを選ぶにあたって僕が重要視しているのは、いかに短所がなく、有用な効果を作れるか。まあ、普通みんなもそう思って考えているんだろうけどね、やっぱり短所が少ない方がいいです。はい、まあ、こんな感じでね、アタッチメントは、終わりです。次は あとはパークとかなんですけども、まあ、ベストの一番おすすめはエンジニアベスト。はい。これね、ギアが2つつけれるんですよ。そのギアってのがまあ強い。ね。まあ強いです。正直グローブは弱い。グローブは1つしか強いのがないんでね。で、ブーツもね、まあいろいろあるけど、AR 使うならストーカーブーツ。横移動が速くなるんで、ストーカーブーツかなーって感じですね。まあ結構とつる人はデッサでもいいし、まあ、そこはもう人それぞれって感じです。まあ、一応僕はストーカー、つけてます。で、そのギアを2つつけれるんですよね。このベストは。ギア、それが強い、非常に。ギアに何があるかというと、キルストを1つ減らせるやつもついてるし、ゴーストもあるし、タクティカルマスクもあるし、フラットジャケット、爆発物軽減もあるんで、もう結構ね、もうギアの方に強い効果が偏りすぎていて、なので、まあ、ベスト選択するなら、ギアが2つつけれるやつかなと思います。まあ、SMG とか使うならね、一番最初の、タクティカルダッシュの頻度が上がるベストつけててもいいけど、まあ、正直 AR なんてね、あんま走んないんで、このベストでいいかなって思ってます。そして、まあ、デメリットは、ね、ギア2つつけれるけど、デメリットはですね、リーサルが投げれないんですよ。グレが投げれない。まあ、これ結構痛いんだけど、まあ、グレ1つ投げれなくなるよりは、強いパーク1つ持った方がいいかなって感じですね。まあ、その代わり、リーサル、あ、違う、タクティカルが2つ持てるんで、
まあ、スタン2個持ったりフラッシュ2個持ったり、まあ旗取りたい人はスモーク2個持ったりって感じでした方がいいと思います。でそのおすすめのギアなんですけども、まあ、今言った4つ、ゴーストとタクティカルマスクと、EOD ジャケットのフラジャケと、あとなんだ、ハードラインですね。まあ、すいません、昔の効果名で言っちゃってるんだけど、キルストを1つ減らすやつが強いです。まあね、俺キルストを1つ減らすやつつけてるんだけど、まあ、いらないかなと思う時もあるけど、まあね、正直 UAV 先に出した方が勝てるゲームだと思っていて、とにかくキルストをすぐ回すっていう。なので俺は、マスクとこのキルストを1つ減らすやつつけてます。はい、特にねノラで結構やってる人なんかはそのキルストを1つ減らすやつ、つけた方がまあ結構おすすめかなって思いますね。はい、でそのおすすめのキルストなんですけども、UAV クラスターマイン SAE です。はい、まあ、この動画内ではね、VTOL なんか入れちゃってますけど、VTOL ね、MW2 の頃って確か8キルか9キルだったんですよ。それがなんか今回弱体化して10キルになっていて、で、その、さっき言ったキルストを減らすやつつけても9キルですよ。1つ減らすんでね。でも9キル、10キルして出すまでの強さではない。この VTOL は。すぐ壊されるし、やってきても2、3キルしかしないんですよ。9キルもして。それならいらない。ので、クラスターマイン。これ僕失敗しちゃったんですけど、VTOL を、アンロックするために8個のデイリーチャレンジっていうを解除してしまったんですよ。おすすめしません。VTOL あんまり弱いです。ね、必要キル数も多いし。なので、UAV クラスターマイン、まあ、カウンターでもいいですね。UAV カウンター SAE か UAV クラスターマイン SAE。クラスターマインはね、案外普通に今まで通り強かったです。はい。で、あと何かありましたっけ？あとまあ、フィールドアップグレードはポータブルレーダーですね。これマジで強いです。ポータブルレーダー、まあ、かトロフィー。この2つのどっちかかな。うん。トロフィーはね、解除しないと出ないけど、ポータブルレーダーはレベル上げたら使えるようになるんで、まあ、ポータブルの何がいいってさ、もう少しでキルストが出るって時に、角で持って、ポータブルレーダー置いとけば、まあ、基本、キルできるんでね、それが非常に強いです。まあ、そんな感じかな。はい。あとは別に紹介してないのもないと思うんで、これが僕の、カスタムですね、今使ってる。まあ、この武器で結構、正直ね、いろんな他の武器の紹介もしたかったんだけど、なんせ強い、この武器が。ただでさえ AR 強いんだけど、このゲーム。そん中でもぶっちぎりで強いんじゃないかなって思いますね。まあ、バーストは得意不向き、得意不得意あると思うけど、僕はね、バーストかなり昔から好きなんで、こんな感じのカスタムでした。またね、更新するかもしれないんですけど、まあ、とりあえずこんな感じですね。はい、ということで、ありがとうございました。